ミコロです。アイシャです。アイミンです。ワイワイワイチンワイウイエーイ。さあ今日はカバンの中身2024。何年ぶりですか？ね、もう本当に超初期の企画よね。え、1年目じゃないですか？1年目じゃ本当にめっちゃ初期よ。超初期。もう4年前とか。そうですね。企画です。しかもその時はドッキリでしたけど、ドッキリ打ち合った最初。そうだ。そしたら今度は2人にドッキリされちゃった。そう。今日はでもノードッキリです。ノードッキリ。ノードッキリ。本物のカバン。本物ガチのカバン。今日のその現場の彼そのままのカバン。そうだね。うん。この数年でどんな感じに変わっているのか。確かに。見ていきますか。イエーイ。チーム Y。さあ、まずは私のカバンの中身を紹介したいなと思います。ちょっと待って。ミコさん。はい、知らないですでしょ。このカバン用でしょ。見たことないねんけど。いや、そのために買った、もしかして。うわ、今日企画決まったの昨日。でもいつものこれ買ったのが一昨日。おおすごい。実はいつものカバンも好きやね。あ、本当、うん、あれもめちゃめちゃ好き、うん、私も何年もお気に入り。え、そうなんだ。ミコロ全然カバン買えへんイメージある。そう、うん、私は本当にねカバンに頓着なんですよ。そうなんだよね。なんだけどちょっとこれっていうのが欲しくてさ、はいはい、ちょっと買ったんですよ一昨日。いつもよりちっちゃくないですか？そう、ちょっとちっちゃいの欲しくてさ、うんうん、ちっちゃくてもいいのではないかと。まあ現場によってはちょっと無理な時あるけどね。まあまあ、ね、台本とかはギリギリ入りそう。でも出るかな。出るか。出るか。ちょっと。私がよくやる、沿わせるやつだけど、だとまあいけるかもしれないね。なるほど。岩手でね。え、岩手で？岩手さん？これ岩手さん。え？岩手ブランド。メイドイン？そう。岩手の縫い方なんや、きっとこれが。岩手縫い？岩手縫い、岩手の、そう、ブランドなの。ヘラルボニーっていう。おしゃれ。そう。何語かで岩手って意味なの？そんなおニューのカバンに入れておりますのが、見せてよ。まずはこれね。出てますかね。iPad。iPad。持ってる iPad。iPad mini。去年買ったんだね。うん。1年くらい経ちますが、もう今ではもう相棒。相棒だね。もうなくてはならない。うん、仕事でもバリバリ。まあ基本仕事かな。プライベートでそんな YouTube 見るとかはこれではないけど、うん、台本。もうこれに頼ってます。頼ってますか、ね、そう。めちゃめちゃシール貼ってるってことで。そう、挟んでる。挟んでんのか。そう、挟んで見えるようにこの透明のね、おうおう、あのケースを買ったのよ。おしゃれ。おしゃれ。なんか合わせ方も上手やな。本当？うん、おしゃれ。めちゃめちゃサウナや。うん、サウナとさ、うん、ミルキーのシールとかもあります。いいカラフル。マンペイさんの。本当だ。マンペイさんのシール。そう、そう、いろんなところで。おお。すごい。iPad mini やったらこんな小さいカバンでも入んねんな。なんかミニの方がいいかもって思ってきた。あずちゃん？ミコロ見てたら。おいいよ。軽そうやもん。え、紙かと思った。なきゃあかい。え、雲かと思った。もっと感じてるよ。え、カズさんわからん。え、思ったより軽い。そう、軽いよ。なっちゃった。なるほど。そう。そしてそして、ポーチ。マミタのポーチ。これも岩手と同じじゃない？違うよ。岩手のいいじゃない？違う。これは、スリーコインズかな。お、心のスリーコインを活用してるもんね。うん。スリーコインズ使ってる。これの大きいサイズをね、今サウナポーチにしてる。シャンプーとか入れてる。メッシュのやつにしてる。これは、なんか、フリスクとか。はいはいはい。カロリミットとか。はいはいはい。そういう系。それ系ね。あと、替えのコンタクトとか。ああ、それな、取れるときあるもんね。替えのコンタクト入れてるんや。やっぱサウナ。怖い。サウナやからとかそういうこと。え、私さ、たまにほんと、パッて、取れることあって、一回舞台中にパッて取れることあるの。獣の舞台で。もうそれ以来怖くて。怖普通に、舞台上で芝居してたらパッて。行くんや。おかしいな、それは。これ以来、ちゃんと入れるようにしてる。第二ポーチ。出た、第二ポーチ。かわいくないですか？かわいくない。ガチャガチャなの。すごい。ガチャガチャなの。こんな大きいポーチ出るんだ。そうなの。めっちゃしっかりしてた。しっかりしてるよね。そうなの。これいろんな調味料シリーズが。え、調味料の中に入ってんの？違うよ。
調味料側の話だ。もうマイ調味料をね。そういや料理するからあるんだと思って、めっちゃ珍しいとか思って。醤油とどんな感じでもこのソースの中には醤油入れないよ。持ち運びできるタイプの。なんか困るな。旅行用の調味料入ってるけど、ね、ちっちゃいマヨネーズとかさ売ってたりするけどさ。何入ってんの？これねコスメ。コスメ系を。あコスメ系。今日生配信だったからさ。アイシャドウとか、はい、リップとか、はいはい、チークとか、まあ、いいですね。そういう必要最低限のもの、直しくらいのやつも必要最低限のっていう感じかな、うんうん、ちゃんと家でこうしっかりやってきて、あそうだね、厳選されたものだけ、うん、って感じ。綺麗にまとめてます。まとめました。これが、薬。え素敵おしゃれホテルミラコスタの、うわおアメニティのカンカン、そんなのめっちゃいい、持って帰れるんやん。いいね。これね、家族ディズニーをちょっと1月にしまして、うんうんうん、その時にちょっと奮発してね、うん、泊まったのよミラコスタに。かわいいな。かわいくてさ、ちょっと今の時期はもう花粉症の薬とかロキソニンとか、あとはおうわ年中のアメ、年次庵の飴。飴行くタイプ。これこの前お土産でさもらってさ、ちょうど、うんうんうん、そうシロップも大好きなんだけど、うんうん、飴を入れてます。ベーシックなやつだ。あそう美味しいよね。ね年次庵はね。そしてこれこれさ、一口南高梅っていうドライフルーツ。これ美味しくって。ドライ梅干しってこと。美味しそう。あのねそう梅干しっぽいんだけど、本当梅って感じ。フルーツとしての梅のドライフルーツって感じ。食べたことない。酸っぱい。美味しい。でデザート、デザート、うん、アレルテクトスプレー。アレルテクトスプレー花粉の。ああ、そうなんや。守ってんねや。一応守ってる。それどうやって使うのこれ。バッシャー。バッシャー。全然バッシャー。髪にも使えるらしいよ。だからもうバッシャー。すごい気持ちいいの。気持ちいい。気持ちいい。ちょっといいですか。どんな感じでやってんのいつも。おお行くね。おおめっちゃすごい。そんなマジで気持ちいい。どういうこと。マジで気持ちいいからこれ。すっきり。あ目覚めました今。香りがいいよ。全然。夏にさミストをさある場所あるったりするじゃん。あそういう気持ちよさね。そういう気持ちよさ。無香料。おおまや。あとはお財布ね。普通にお財布、うんうん、お財布な、そのかさ、その財布さちゃうかったよな。ちゃうかった。やんな。でもミコロンずっと使ってるとか言うねんね。うちらの間に合ってない期間。いや多分さ財布を出してない、財布を出してないって言ったらあれだけど。いいね、ここ払う。ミコは出さない。ミコは出さない。ペイペイで払ってるからさ。そうやミコロンさスマホのさ方から出してる。そう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 、スマホの方に入れてんだよ。だから財布見てなかった。クレジットこれずっとこれ、うん2年くらいこれ、ね、あでもさすがにさ銭湯、現金だけの銭湯これ出してるけどね。いやうん違った、なんかベージュの財布だったと思う。昔の話それ。昔の話ですね。へえ、2年間もこれだね。確実に確実にこれですよ。信じられへんマジで。この薄めのね長財布がねいいのよ。あとはですね、くし、くし、あいいのすごい。これどこの銭湯？馴染みあるこれ。いやそう、多分本当にどっかのホテルとか銭湯とかのアメニティのくし。使いやすいんだよねこれね。ペン、おおチームアイの、そうです、お土産、お揃いペンですね。そうです、直ペンね。めっちゃいいわ直ペン。前髪固めるやつ、アホ毛の止めるやつね。まあ鍵でしょ、うん、鍵と、最近私の変わったところ、変わったところ、香水を、おちょっと持ち歩いてみよう。えミコロか、ちょっとあもうなんかちょっとチームワイって2人ともさ香水使わないのが珍しいよ。そんなそみんながってわけじゃないと思うけどさ。そうじゃん、ね、教えてくださいよ。これコスメデコルテの着物のやつ。着物です。着物の一番人気の匂い、ユイってやつ。あとこのサイズ感もいいなと思って。えいいね、いいよね。え、うん、かわいい。そう見た目もかわいいなと思って。うん、いい匂い、うん、うん、いい匂い、うん、うわ嬉しいね。いいね、うん、香りやった、ね、なんかさ、そうね、この匂いが似合う女性
でいいなと思って、うん、フェミニーな感じが多いですね、うんうんうん、でもきっかけないとさ、でしょ、そう、何があったの、何もなくて振り回すんだそうやって俺たちはいや急になのよ本当に、でもきっかけというかなんか X でさ、うん、なんかこうたまに香水とかがバズってる時とかじゃない、香水とか化粧品とか映画、はいはい、それでなんか見て、こうなんか匂いでこうなりたいこう女性にこうなれるというかさ、いろんな匂いあるじゃん、女性的な、うん、大人っぽい爽やかとかさ、うん、あなんかそうなりたい人に近づけるのかなと思って、香りでね、そのための香水なんだと思って、はいはいはい、なるほどそうやってみんなつけてるんだって思ったからようこそようこそそうですよ、そうなんです、やっぱそうなんですね、うん、テンションが上がる、あ、うん、いや思った、うん、自分からいい匂いがこうふわっと香るとき、あなんかいいなって思いました、うん、嬉しいです、思いましたのでちょっと持ち歩こうかなと、そしてあとはね、もう今の必需品のティッシュパンたち、おー素晴らしい、素晴らしい、さすがさすがですね、うん、これはもうね、うん、今なくてはね、本当に花粉症がきついね、人はそうだよね、ミニちゃん、かわいい、サウナ用に最初は買ったのペットボトルをさ、カバーできんの、これ丸い、あ、そう、こうパッチンついてて、そんなのにゃ、そうなの、目印になるかなと思って買ったんだけど、まあ、ハンカチとしてしか使ってない、こんな感じ、おこんな感じです、ニコロンらしさもありつつ、新しい一面もありつつ、うん、確かに4年間の間で変わった見声がだいぶ変わってしまいました、あら、いいじゃん、ありがとうございますチーム Y、 続きまして、はい、あゆみのカバンだよ、最近ちょっとこのカバンやね、使いやすそう、チャールズ&キース、おそうなんだ、そうこれな、あやさと韓国行くために買ってんのカバン、あそうですね、そう、そのちょうどいいカバンないかなと思ってさ、ラフに扱いつつ小綺麗にも見えつつ、ね、質感で、めっちゃお気に入りで使ってます、これカジュアルなのもあるんだね、そうなの、これちっちゃいのとこもあったよこれの、これ紐も実はここ自分で結んで調節する、そう、そうなの、マグネット、あもうそれ大事だね、これめっちゃいいで、いい、お腹口になってすぐ開くし、すぐ閉じる、大事だ、めちゃめちゃいいじゃん、では見ていきましょう、はい、私も出ました、 iPad、 やはりねデカパッド、いやでもミコランが持ってから持つと結構重いな、やっぱお前なんか重たい、重っあれ沈んでるやん何かと思った、そんな、え、金塊見たことないけどそんな変わるんや、でも私にとっては金塊のようなもんよこれは、あーそれくらいの、大事、もうなくてはならない、マジで存在だ、ずっと一緒だもん、だってさ、ほんとお泊まりの時とかもずっと寝る直前まで持ってるよね、なんか抱えてるよね、抱えてる、イラストロジックやってるの、 iPad あるから助かることいっぱいあるもんな、アイミンがさ持ってくれてるおかげで、うん、お泊りした時とかもさ、うん、なんか映像見たりした時とかにさ、うん、こうみんなでアイミンで見たりとか、確かに確かに、うん、ほんまに大好き、愛するかも、愛いがすごい、 iPad もまさかそこまで愛してもらえるとはと思ってハッピーなんだって、ハッピーハッピーハッピー、財布お変えた、あれ本当だ、クロエの、はいはいはい、ホリデーデザインみたいな感じで、銀このな二重のなんていうの、うん、線みたいな、うん、あの何だっけ、二重の線あれみたいな、なんとかの線みたいな、そうなんとか、分からんけど水引きないで良さそうや、演技がいいね結び方みたいな、そなんか二色入ってるの可愛いなと思って、可愛い、長財布やってんけど今まで、うんうん、折りたたみのやつにちょっと挑戦してみてます、わかります、わかります、そういう時ありますよね、そう後ろ小銭入れ、後ろ小銭入れ、おあ、いいですね、なんかカードいっぱい、お札まっすぐ入れられるやん、あ、そう、え、色違い買おうかないいで、ちょうど変えたかったんだ、あ、そうなんだ、めっちゃいいサイズ、ええよな、うん、フワのしなり具合もなんかすごい、え、確かに硬すぎずちょうど柔らかめでいいね、めっちゃさ、アイビンっぽいデザインなんだ、ぽいぽいぽい、で、これがこまごまポーチ、はいはいはい、アドちゃん、本当だ、アドちゃん、アドちゃん懐かしいな、可愛い、そう好きやってんな、あそうなんや、そうなんだ、ハンドクリームとか、はいはい、クッシーとか前髪のやつ、
本当だ、うん、私も使ってる。パウダー、粉パウダー、あれあれ、アク、アク、アク、アルコール、おーそうと、ウェットティッシュ。そのサイズあんにゃん。ウェットティッシュのちっちゃいの。え、いいね。あ、アドちゃんもっとやっぱ出てるわ。こっちも出てみてる。あー、おなじみの。そのアドちゃんやったんや。ほんまや、メイクポーチ。うん。私は全部入れるタイプ。だってアイミンって大体外でメイクしてるから。私は逆に何も持ってなさすぎるからさ、誰かになんかないって言ったら、大体アイミンが持ってる。で、あとは薬でしょ。あとこれ、のどケア系ね。はい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 。ジップロックに。ジップロック派です、私は。プロポリススプレー、プロポリスノガーメン、レンジア。続きまして、サブの携帯。そうなんだよね。サブスマホ。そうなんだよ。そうなの？そうなんだよ。前一個前の携帯やね、これ。こっちにしか入ってへん情報とかってさ。なんかそれを移行するのめんどくて、もう一台持ってます。なるほどね。鍵でしょ。大事なカード、免許証系の、はいはいはい、免許持ってんねん、そうな、免許証系のカードのやつ、あとなんか今日もらったやつ、剣山、羽化の剣山、おー、それ入れてるの？これ入れてる、確かに。結構現場向かう時のタクシーの中とか道中でやれるし、軽いねんなこれ。うんうんうん、結構これこの辺とか、うん、ガーって、これやるだけでだいぶ変わるみたいな。毎朝やってるような気がします。で、最近これね、あれ LINE スタンプ、あ、違うか、最近私これ変わったことがあって、あれこれ交通系 IC 入れてるんですけど、はいはいはい、これで自販機で飲み物買うようになった。買ってた買ってた、せや、今日も買ってた、さっきもこれで買ったんですよ。どういうことかっていうと、スマホで買うと面倒ない。確かに、なんかさ、スマホでさ、自販機でさ、買うときってなんかステップ踏まなあかん。そうやもんな、3ステップぐらいあるやん、多いと。分かる分かる、2回もう1回ダブルクリックされたら、ダブルクリックで顔認証してみたいな。それがさ、面倒すぎて、交通系 IC やと一発で買えるねん。なるほどね、逆にちょいアナログに戻したんだ。そう、なるほど、自販機用のスイカってこと。そうですけど、そういうことやった。そういうこと。あとは外ポケット、なんか入ってました、リリーベの時からそのままも、そういうのね、あるあるある、ブロマイドですね。おお、なんだ、またこれは現場で、私がバレンタインとして配った、ウエハースのチョコに入ってたドラゴンボールシール。自分も開けて、自分も、そうそう、これ、私はこれが当たったみたいな。開封式ね、やりましたね。やりました。以上でーす。おー、個性出ますね。直線的なデザインが多いんじゃないですか。縦のラインと、そうだね。タイルみたいな。チーム Y！ さあ、最後は私。はい、私のカバンはこちら、ドドーン。かわいい、ちょうだい。かわいいでしょう。かわいいよね。クロエは、はい、クロエ、西本クロエのね、カバンね、クロエ好きなんですよ。でもなんか、デザインがすごく私っぽくないですか。うん、あさっぽい。いや、自分で言うの。いや、思ってたよ。かわいいよね。この色がいい。この、なんか、主張が強すぎず。うん、ああ、ああ、ちょいピンクやな。ね、ピンクだよね。服装カジュアルなこと多いから、うん、このなんだこの生地が朝みたいなさ、なんかちょうどいいんですよ。カジュアルに使えて、あと季節も選ばなくていいなと思って、うん、もうめちゃめちゃ愛用してます。で、私はなんといってももうジッパーが苦手。あー、そうなんや。だからこのマグネットとかめちゃめちゃいいなと思って、もうすぐにすぐにこうボンボンボンってね、詰め込められるような感じになっております。そんな私のカバンの中身、こちら、私も iPad。 私と iPad の関係性で言うと、まあ仕事だけの付き合いがあるんですって。仕事仲間、仕事仲間、だから譜面とかその台本とかしか使わないかなって感じで、でもまあもうちょっとなんか仲深められるのかなとも思ってるんですけど、浅め、浅めなんだね。だから充電もよく忘れて、充電器よく変えてます。チャーストで iPad 充電してることが多いです。なるほど。続きまして、ヘッドホン。はいはい、ヘッドホンもうね、最近買い始めて、なんか新幹線の時に、私さ、耳の穴が小さくて、よく寝てた時、音楽聴きながら寝た時に落ちるんですよ。ああるんですか。私も最近そんな悩み抱えてる。そんな時に、なるほど、最高。寝ても落ちないし、
しかも私が、今大好きなあの森戸千咲ちゃんっていう、うん、あのアイドルの元、うん、あのモーニング娘。うん、カントリーガールズの子がヘッドホンつけてる写真をアップしてるのを見て、うん、めっちゃいい、うん、かわいい、真似したいと思って電気屋さん行って、違うメーカーではあるんですけど、うん、ボーズみたいなやつ。私最初これボスやと思ってた。ボス缶コーヒーとヘッドホン出してるんやと思ってた。そうボスからすごい幅広いんだなと思ったら違った違うところのでしたが、これめっちゃよくって、うん、ヘッドホンって外の音聞こえへんって思うやんか、うん、なんかその外の音も聞けるモードがあって、だからヘッドホンはめたまま話したり、コンビニとかで買い物するときも、そうはめたままだからめっちゃいい。あと冬場はあったかい、お耳当て代わりってこと。そう耳当て代わりにもなるから、かなり重宝してます。いいですね。そうしかもこうやってちっちゃくする。あめっちゃいいやん。このまま突っ込んで似合うかな。また私もヘッドホンにしようかな。いいで、私もそうしようかな。いいよ。しかも、うん、ちょうど私これ私もね愛用してる、うん、おさがいのねやつ、うん、これにはめてみて、見た目がいいんですよ。うわほらー、あーいい、いいでしょ。いいでしょ。めっちゃいい。かわいい。そう決まるのよ。なんだか、うん、おしゃれおしゃれ。そうそう、おしゃれな人になれるっていうね。とってもおすすめ。お揃いにしよう。お揃いにする。やった。優しい。ほんまに2人ともお揃いにしようって言ったら絶対買ってくれるんです。どこまでお揃いしてくれるか試したいですね。そしてブラシ。ブラシ。おすごいのに入ってるわ。これはなんかビューリーっていう、うん、あなんかイケてるお店のブラシですね。かわいい。あやさっていうとこが。このさ薄さがめちゃくちゃ良くって、うんうんうん、どんだけねカバンちっちゃくても買えるし。うんうんうん、見た目も可愛いし、なこだわりあるのですね。あるのですあるのです。おいただき物なんですけれども、とても愛用してます。そして持つようになりました、ハンカティーフ。ハンカティーフ。ハンカティーフです。はい、はい、これは、ミュークルドリーミーのね、うん、はい、ハンカチになってる子供用なので、ちゃんとお名前っていうのを、ね、前ニコロに書いてもらおうと思います。あらまあ、ね、はい、書いてもらいます。こちらも、ビュリーのリップですね。おお、同じとこってこと。そう、同じところのリップで、うん、そう、これもいただいたものですね。ロゴこれも入れられて、これ多分あのビブロスのロゴ入れてくれたやつですね。あー、そう、今も水色で、かわいい。そう、お気に入り。さあここから、リップの戦いといいますか、ここからリップの祭りが始まります。はい、私ポーチ持ってないんで、あの直で入れてるんですけど、カバンの中にこういうなんかポケットあるとめちゃめちゃ入れちゃうんですよね。まずただのリップ2秒、はいはい、リリミューのリップ、はいはいはい、これ 色も必要なのでね。リリミューのリップ、赤、これいいよ。赤、ペリペラのリップですね。おみたいな感じ、ま、なんかいっぱい入ってることが多いです。全部のカバンにちょっとずつ入ってるかな、そしてなんか同じ形状のものでいうとハンドクリーム、ハッチのハンドクリーム、うん、なんかめっちゃスタイリッシュで、うん、細くていいね。あとずっとなくならなくていいですね。もう何年間使ってるのかなぐらい、手がちっちゃいのかな。はい、そしてもう目薬、はい、コフラ花粉用。わでこれがスライムの、かわいい、ドライアイ用のやつです。お超かわいい、超お気に入り。そしてこちら、充血用の充血用の目薬、これいいですね。おなんか一時期さ充血がやばすぎて、で初めてこの充血用使ってみてみたら、もう目が真っ青になって最高だった。もう白を超えて青ぐらい綺麗になったんで、ちょっと一回使ってみる価値ありです。おいで、私もフリスク。昔はミント派でやったんだけど、うんうんうん、最近味付き系に変わっているかも。なるほど、ね、ブドウ味がいいんですよね。おいしそう。で花粉対策、こちらビックスベボラ、スーってするやつ。あ、そう、胸、喉、背中に塗布。子供の頃よく塗ってんだ。ここに私鼻の下に塗ってんねん。あれ、これ使い方違うかも。ちょっと花粉症の人ってさ、ここにさ、ワセリンとか塗るといいっていうの、うん、言うよな。もうカサカサだもんね。めちゃくちゃそれやってたらよくって、うん、まあ、せっかくならスッとする方がハッピーと思ってこれ使ってます。まだまだありますよ。サングラス。サングラスもうつけてますね。もう目が弱いから紫外線に今年は負けたくないなと思ってちょっと変えました、ゾフで。おお、うん、かわいい、かわいい。残
りも少なくなってまいりました。これキャンベルのパウダー、うん、次回入れ、はいはいはい、ボールペン、三色ボールペン、もう超ベーシックなみたいですね。財布、じゃじゃーん、はい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 、こちらもう4年ぐらい同じの使ってるから。そうだね、確かに、ね、ずっと一緒の使ってて、うん、もうよく見たらこれなんかちょっとキラキラがね、うん、なんかストーンがついてるんですけど、取れてってる。ああ、ほんまや。でも、ほんまや、言わな気づかれへんから、うん、そのまま、うん、汚れが全然目立たないんですよ、これ。あさちゃんらしくて可愛かった。ね、ちいいいですか。うん、もうそろそろ買い替えたいですね。うん、いいし、じゃあで、これネンジアンですね。嬉しいよ、最近はさ、ライブ現場とかもさ、ネンジアン置いてくれるようになっててね、ありがたい、本当にありがたい。忘れちゃったって日も結構あるもんな。ありがとうございます。そして、お札、お守り入れ。お札、お守り入れ、なんやろうな、これ何の入れ物か分からんけど、これ確かにペンケースかな、かもしれないですね。そうだね、何の熊の筆セレクトショップ。あ、じゃあ筆入れだ。こういうのまとめて入れたらさ、喧嘩しちゃうとか言うかもしれない。そんなことないらしいですよ。なんで、入れて力を集めています。最後、これがですね、私がこの間のチームワイのイベントの時に、あ、ちょっとなんか喉がガサッとするかもって思った時に、両隣にいたアイミンとアヤが、あ、ゾロちゃんあるでパンってくれたものたちなんかガサってさ、飲んできた、もう一個でいいんだけどみたいな感じです。すごいなんか塊でくれたもんね大容量でくれてね。そうだったな、愛の薬でございます。はい、という感じになっております。ちょっとごちゃつきやばいな、こうやって見た時に。ポーチング、ポーチング、ポーチングしてないからだよ、ね、してないとこうなるんだっていうことです。確かに全部一ポーチに入りそう、入りそう、入りそう、できないなそうなの、布の重さがちょっと嫌やもんな布の重さどこにあるかは分かるんで、まあ把握してるからね、まあ、私らしいって今らしいんですわチームワイ。はい、というわけで2024年バージョンのカバンの中身紹介でした。いやどうでしたか、結構ね、アップデートされてるところは変えていたんじゃないかな、なんかみんなちょっとこう進化した場所というか変わった場所がね、あの2人、まあ、3人とも共通してるネンジアンがあったり、確かに、ね、あ、そうか、逆にでもそれだけか、iPad、iPad とネンジアン、あの、まあね、職業的なあれですね、そうかもしれない、いただきました、この動画ね、楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。